少子化対策の財源については、6月に子ども未来戦略方針、これを確定いたしましたが、その際に徹底した財政改革等を行った上で、その効果を見ながら、国民に実質的な負担を生じさせないことを目指す、これを明記しております。この方針に従って、財源を年末に向けて考えてまいります。